この松原を守っていくためには松葉かきという作業がすごく大切です。熊手というこの道具を使って力を入れずに浮かせるようにかいていくとあっという間に松葉が集まります。
市歴史博物館では静岡発展のキーマンである徳川家康を中心に駿府の礎を築いた今川氏や駿府城下町などの歴史を紹介しています。ぜひお立ち寄りください。久しぶり。ここは駿府の工房匠宿といってですね、静岡市の伝統工芸を体験できる施設です。体験だけでなく工芸品の購入やカフェなんかも楽しめますので、皆さんぜひ楽しんでいってください。